I can Nate, you can Nate。 皆さんこんにちは、 MK です。今回の動画はガチのランナー、記録狙い向けのおすすめマラソン参戦になります。ハーフマラソン2本とフルマラソン1本紹介していきますので、よろしくお願いいたします。喋る内容は以下の通りになっておりますので、ぜひご覧ください。それでは早速参りましょう。まず1点目は大阪ハーフマラソン。開催時期は1月の第4週日曜日。コースは全体を通してフラット。ただ8キロから9キロの、まあ、若干の坂はあるんですけれども、あまり気にならない坂になってます。3歳のガチランナーさんがいっぱい走りますので、そのランナーさんの力を借りて自己ベスト更新ということもできるのではないでしょうか。まあ、大阪国際女子マラソンを、まあ、応援するということもありますけど、できればグルメも楽しんでもらいたいですね。梅田、鶴橋、そして天神橋筋6丁目といったところが、まあ、私は特にこのグルメ好きなところでありますので、私大阪出身なのでおすすめします。おすすめ2つ目の撮影場所は三重の津市の四季の里で撮影しています。それでは行きます。名古屋シティマラソンになります。開催時期は3月の第2日曜日、名古屋ウィメンズマラソンと同日開催になります。コースは終始フラット。ただ注意する点は6カ所エイドがあるんですが、5、6カ所目が名古屋ウィメンズマラソンの方との合流するので、なかなか給水が取りにくいというところがウィークポイントになります。もうその時私はもう自信があったので、5箇所目6箇所目の給水はもう取らずして、そのまま突っ走ろうと思っていきました。その結果ハーフの自己ベスト1時間36分58秒を出すことができました。名古屋シティマラソン後はバンテリンドーム近くで名古屋ウィメンズマラソンの応援をすることをお勧めします。女性ランナーさんが最後の力を振り絞って一生懸命に走る姿を見るというのも、私たちのマラソンやってる人たちにとってもすごいやる気の出る、まあ、場面になるのではないでしょうか。そしてグルメと観光の紹介もします。グルメといえば名古屋、味噌カツ、きしめん、そして手羽先を思い浮かべる方が多いかと思いますが、私はスガキヤラーメンを食べることをお勧めします。スガキヤラーメンは味噌ラーメンで、味噌がすごく濃厚で、そして麺もコシがあってすごく食べやすく、そしてスープも飲みやすい絶品のラーメンになっております。ぜひ名古屋に来たら食べてみてください。観光地で行けば名古屋城、そして名古屋スカイプロムナード、特にプロムナードは夜景を見ることをお勧めします。マラソン前後に見ても心が癒されるので、ぜひ行ってみてください。そして3つ目が愛媛マラソンになります。開催時期は2月の第2週の日曜日。コースの特徴としては平田の坂という最大の難所がありますけれども、この坂以外はまあアップダウン、小刻みな部分はあるんですけれども、それほど気になりません。私はここで今年2月に3年ぶりにグロスを自己ベスト更新することができました。そして私の愛媛マラソンのレース動画も感動的なものになっておりますので、ぜひご覧ください。まあ、城山公園というところがスタートとゴールド、そして会場になっておりまして、そこには足湯もありますので、ゴールした後にしっかり足を癒すこともできます。そして愛媛マラソンが自己ベストを出せるという根拠があるのは、とにかく応援がすごい。私過去に東京マラソン、大阪マラソンにも出場しましたが、それ以上にこの応援は素晴らしいと思いました。松山は観光地、そしてグルメも豊富。観光地で言えば松山城、道後温泉、そして万水荘という立派な建物もございます。そして松山といえば鍋焼きうどん、そして一六タルト、そして三津浜のお好み焼き、この辺りが有名です。あと告知にはなりますが、2026年春、香川県高松市で香川マラソンというものが実行される予定になっています。もし正式に決まりましたら、私の方でコースの紹介であったり、そしてグルメの紹介を
行って全国のランナーの方に来ていただけるよう精一杯アピールさせていただきますのでよろしくお願いいたします。次回は北海道マラソンのレース動画でお会いしましょう。バイバイ。